はい、なんかこういうハイテク満載のスポーツカーとかさ、はい、ちょっとやっぱ違和感あるから、はい、なんかまあ先入観的に言えばね、どうなんだろうっていう、ちょっと批判的な 目を持ってるんだけど、あ、清水さんはそんな感じですか。まあ初代知ってるからね。ああ